今日は焼肉を食べに来ました。焼肉を食べるぞ。ここはですね、東区栄町駅、徒歩4分圏内のところにあります炭火焼肉バンバ屋さんにやってきました。お、電気つきました。ライトつきました。では行きます。お邪魔します。すいません、マスターいらっしゃいますか？あ、店長がいるの。あ、店長は、はい、あ、もしかして3年ぐらい前にお店の店長が変わっちゃいました。あ、宮崎の方に。あ、そうなんですか。今任されて店長で。あ、そうだったんですか。何年前にこちら引き継がれたんですか？今年の2月です。あ、そうなんですか。まだ2ヶ月ぐらいしか経ってないです。そうだったんですね。そうなんですよ。2月からもうサポータッチでやらせてもらったんで。そうなんです。もともとは卸の方でお肉のことは少し知識あったので、でまたちょっと卸と飲食店違う部分もあったんで、そんな感じでバタバタっと今日も生きてる感じです。あ、なるほど、わかりました。いや、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今のお決まりでしたらお伺いします。あ、ノーマル？ノーマル、はい、じゃあレモンサワーとワー、はい、ノーマルで、はい、ありがとうございます。お決まりでしたらお伺いします。はい、厚切り特上牛タンが1と、はい、和牛特選カルビ、バンバヤ特製漬けハラミも10月2、3、3、10月3人前、3人前で、はい、とりあえずはそれでお願いします。超暑い。めっちゃ暑いです、ね、暑さがすごいでしょ。お願いします。
美味しいな。内臓好きなんですか。ガッツリ。5人前ぐらいかな。毎回5人前で、相手のお兄ちゃんとかに。ありがとうございます。私、3って言われた時もびっくりして、結構食べれるかな。控えめにして。変わんないですか、大丈夫ですか。あ、まだ食べてないですか。食べました、美味しかったです。全然、全く変わらない。ありがとうございます。すごい。結構前のマスターの時から、うん、すごくガスの処理を頑張ってて、あ、ね、すごい大変だって聞いたんですよね。もうガツ頼んでいいの。ガツ2人前と、はい、はい、塩で、はい、ありがとうございます。と、椎茸、ハイボール、卵かけご飯お願いします。ハイボール2杯目にいきます。うん、レモンも入ってて美味しい。うまうま。トータルガツだけで5人前。おお。ここに1人前隠れてます。隠れて、この野郎出てこい。出てきたよ。ザク。わお。白いんだね。泡だけどね。食べますね。待ちきれない。うん。想像以上に美味しいよ、これ。やばいよ。うん。お出汁感たっぷりよ。はい、お待ちしました。ありがとうございます。シーンお邪魔でしたらお下げしますが。はい、かしこまりました。シーン麺いただきます。スープから、スープから。うん、あっさり、あっさり。すごい、でもなんか出汁が効いてるんだよ。ありがとうございました。ごちそうさまです。はい、ごちそうさまでした。バンバヤさん、あのですね、ね、前のマスターとね、ママがね、変わられたということなんですけど、それでもね、とても素晴らしい、あのご夫婦にね、あの継がれたみたいで、でも味も変わらず、またね、来たいと思います。はい、バンバヤさん美味しそうだなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントの方お待ちしております。それではまたしたっけ。